はい、キスの、今仕掛け、まあ、天秤ですね、まあ、いろんなさまざまな形がメーカーから出てます、こちらはこの、地面をこうやって這うようなタイプの天秤ですね。でこちらは胴付きタイプですね。今までキスを胴付きで吊ることはなかったんですけど、これはもう初心者でも下に一番この先っちょに重りがあるので投げやすくて絡みにくいのが、特徴になってます。で、こちらがエアシンカーって言って下に重りがあってこの発泡浮材でこの状態で海底で立ちます。なので、根掛かりが少ない。で巻いてくるときにその仕掛けが地面よりも上に結び目がありますので引っ張ってくると、海底より上をたらみくので、ゴミや根掛かりなんかも少ないということで結構売れてます。でこちらのタイプですね、誘導天秤ですね。誘導天秤って書いてまして、このパイプ状になっている中に糸を入れて使います。ですのでキスが引っ張れば直接糸が引っ張られるので直接竿まで手元までココンっていうようなキスのあたりが明確に分かるので、最近は対応される方が多いです。でこちらは、固定式ですね。まあ、これによく似たような感じになるんですけども、重りをつけてでここの先に仕掛けをつけるんで、まあ、これは固定になりますね。で、こちら投げ天秤ですね。これはもともとこの海藻天秤の、改良バージョンですね、まあ簡単にしたバージョンですね。重りの上に2本棒があってこれを1つ曲げて L にした状態で使えます。固定もできますし、穴と穴を糸を通せば誘導にもなります。でこちらは海藻天秤と言われるやつで、誘導天秤ですね。こちらも、フロート浮材が上についてて重りがありますので仕掛けが前に立つような感じで引っ張ってこれます。で昔ながらのジェット天秤ですね、根掛かりしにくい形状の重りがあって、でこれはもう底をズル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 っと引っ張ってくるタイプになります。で、こちらも重りがここの針金の間を動くので、誘導天秤の感じで当たりがココンと竿に出ますっていうような感じで、たくさんの種類の天秤がさまざまなメーカーから出ていますので、まあ、お好みで、使ってもらったらいいと思います。